触る？始まー。今度こっち向いて。よし。うん、そっちが広いから。宮崎に着きました。タクシー乗り場が分かりません。すいません、いいですか？お願いします。どちらに？速見スタジアム。はい、野球の応援ですか？はい。WBC の方じゃないです。 WBC の方もそうですけど、オリックスはもうやっぱり人気、泊まりがけとか連泊で応援っていうのはありますからね。来ました。すごい、結構人いる。早く見たいな。楽しみだな。近い。ラオーダー、ラオシあの田嶋投手がすごく近くでランニングしてるところが見れて、今までで一番近く見れてめちゃくちゃ嬉しかったです。でその後あのグラウンドから出てくるときに、もう本当1メートルぐらいの距離までの目の前で通ってくれたんですけど、あの緊張しすぎて声がかけれませんでした。いや、ちょっと声かければよかったなって今ちょっと後悔しています。ちょっと引き続き田嶋選手を追っていきたいと思います。今ですね、あの田嶋選手と話せて、あの帰り際、田嶋選手帰り際にあの思い切って話しかけたんですよ。このタジのタオルを見せながら、このタジのタオルを見せながら、田嶋選手頑張ってくださいって言ったら、ありがとうございますって言ってくれて、東京から来ましたって言ったら、ありがとうございますって、今シーズンも頑張ってくださいって、ありがとうございますって、全部ありがとうございますなんですけど、返してくれてもめちゃくちゃ嬉しかったです。もう宮崎まで来た甲斐がありました。はい、嬉しい嬉しい嬉しい。もうこれで心置きなく帰れます。よし、帰ろう。